こんにちは。子供 Python チャレンジ、今日も楽しくやっていきましょう。この間の続きですね。はい。まずどこまでやったか見てみましょう。足し算ゲームのその1、数字を足して、ランダムに出して足してみましょうというところですね。で、宿題は、合ってれば correct と言うけど、間違えてれば wrong と言って正解を教えるというふうに改造してみましょう。というものでした。やってみましたか？じゃあちょっと見てみましょうね。これつないでみました。この間のように、まずインポートランダム、この箱を実行する必要がありますね。インポートランダムとして、X をだ決めます。Y を決めます。それから、正解を示し、を計算しておいて、そして、SS でいくつですかって聞きます。入ってきた値を SS に入れて、インテジャーに変換して、これが等しければ、コレクトです。そうですね。じゃあ、誤っていれば、ここに一つ戻すわけですね。誤っているって、正解じゃないことが誤っていることですから、ここで、else、こういうような感じでいきます。プリント、wrong。まあ、こういうことですね。それから正解も教えましょう。じゃあ、日本語にしましょうか。正解は。正解は何でしたっけ？正解は正解ですね。こういうふうにやれば、この正解の値がここに表示させます。じゃあ、やってみましょう。はい。5たす7、和はいくつ？いくつでしょう？まず正解してみましょうか。12。Correct. OK. もう一回実行します。6プラス5。和はいくつ？じゃあ間違えてみましょうか。88。Wrong. 正解は正解です。あら、違いましたね。何が違うんだろう？正解です。あれ？何が間違えてんだ？正解ですよね。あれ？なんで間違えてるんですか？あ、ここに F をつけるの忘れてました。F ストリー、F 文字列にしなきゃダメですね。じゃあもう一回実行しましょう。これありがちなミスですね。和はいくつ？同じく77。あ、wrong。正解は11です。いいですね。これで、あ、いいと思います。じゃあ、先進みましょう。今日のところです。はい。足し算ゲーム5回繰り返す。できますかね？ちょっと止めてやってみてください。どこからどこまでを5回繰り返すか。つまり5問出すということですね。はい。ちょっとやって、止めてやってみてください。いいですか？じゃあ、ちょっとやってみますね。はい。この X と Y を決めるところから、ここまで全体を5回やりたいわけですから、I in age 5コロンとコロンですね。ここからここまで全部選択してタブ、これでいいんですよ。いいですね。便利ですね。じゃあやってみましょう。まあ、これはもう今日一回やればいいのでいいですけど、まあいいや。はい、実行しましょう。はい。2たす6、正解はいくつ？まあ8です。和はいくつ？ 8 ですね。1回は正解。次は5たす7、和はいくつ？間違えてみましょうか。66。wrong、正解は12です。1たす8、9。はい、correct。2たす7、あ、また出てきた。じゃあ、間違えちゃおう。0。wrong、正解は9です。また2たす7、本当か？もう一回間違えてみよう。wrong。はい。5回終わりました。でも、正しく動いてますね。OK です。今の面白かったでしょ？選んどいて、タブって、タブキーで押すと、全部いっぺんに4個分だけインデントされます。はい。次。少し難しくしようってことですね。数は1から99まで。
X も Y も1から99までにしようか。ちょっと時間あげますので答えてください。やってみてください。どこを直せばいい？はい。じゃあやりますよ。ここですね。ここを、まあ99までだって言うんだから99までにしましょう。はい。こういうふうに。これだけですね。大変になるだけで。ちょっと実行してみましょう。はい。59たす13はいくつ？すぐできますか？ 72。94たす48はいくつ？わあ、大変だ。142かな？コレクト。10たす46。間違えてみようか。99。ロン、正解は56です。96、33。あ、いくつ？まあ、間違えてみましょうか。0。はい。30たす30。いや、まあ、これは正解しましょう。OK。できましたね。OK。5問連続して出します。一応、こういうふうに、動作チェックするときは、ちゃんとわざと間違えてみたりしなきゃダメですよ。ね。いくらできても。はい。最後。あ、最後じゃない。次。正解数をカウントして、最後に得点を表示。さあ、できますか？じゃあ、ちょっと、一回止めてやってください。はい、できましたか？そうですね。得点。まあ、得点。一問一点でも何でもいいんですけど、とにかく、正解するごとに、一つ増えるようなカウンターを用意すればいいですよね。じゃあ、今日は得点っていう名前にしようか。得点イコール0。ここで初期化します。そして、どこでどうしますか？そうだね。正解の時に増やすようにしよう。ここで得点を増やすイコール1。それから、これだけじゃつまんないね。最後に得点を表示しなきゃいけないから、ここに2つ戻して、プリント、どうしようか。まあ。まあ、得点にしようか。得点は、まあ、このままでいいか。でした。でした。なんか変だね。点。え、ここは何？ここに？得点。うん。どうしよう。得点でいい？英語で書く？スコアにしようか。まあいいですけど、得点のままでもね。スコア。これもスコアにする。じゃあ、これで実行してみよう。9たす23、32。correct. 70たす98、168。よし。次は間違えよう。簡単すぎるけど。7。違ったよ。もう一回、もう一問ぐらい間違える。まあ、いいか、116。最後間違いは、99。はい。いいですね。正解が3つ。間違いが2つで、得点は3点。もちろんもっといろいろできるよね。得点は、例えば、何問問題を出すかにもよるけど、ね、こういうふうに、問題数、イコール、まあ今は5にしましたけど、まあ、6にしてもいいよね。ここで、ここを問題数にして、失礼。ここを、なんかちょっと変なことやってますね。ここを問題数にして、それで、こういうふうにやって、
なんか変なことやってるね。よいしょ。問題数。10。こういうふうにしてみるのもいいね。あ、ちょっと6問じゃ多いから3問にしよう。4問にしようか。はい。これで実行すると。19足す。お。100か。すごい。わわ、いくつ？じゃあこれ間違えよう。はい。これは ?90、105。はい。そうすると、あれ？問題数いくつにした？ 4 問か。はいはい。84。間違えるか。99。はい。そうすると、得点は、あ、4中じゃないね。4問中って書こうとしてました。こんな感じ。まあ、こんな風に直してもいいかもしれませんね。あとで、ちょっと、調べてください。まあ、ということで、だいたいできましたね。ほら、じゃあ、今日はここまでです。答え合わせでは、少し、だから、きれいにしましょう。例えば、間違えるときとか、合ってるとき、問題をもう一回書いてもいいよね。何足す何は何でしたとか、つまり、こういう答え合わせで、この時に、wrong の時に、例えば、何足す、正解はじゃなくて、何、74足す59は133ですって直すとか、そういうのをちょっとやってみてください。正解の時も、何足す何は何、合ってます、みたいなことでもいいですね。まあそういう感じで、ちょっと改造してみてください。はい。これは結構面白いと思いますので、いろいろ、頑張って楽しい問題にしてください。以上でだいたい最初の第一部はおしまいです。いろいろな技術を覚えましたね。使えるようにしてください。次回は、お絵描きやります。楽しくなりますので、また見てください。はい。それでは、今日はここまでにします。ありがとうございました。またね。